ナッピー・ブラウンは、米国のブルースシンガー。代表曲ドン・トビー・アングリーで見られるような、独特の節回しとゴスペルの影響を強く受けた、ソウルフルな歌声で、ソウルバラードからノベルティソングまで歌いこなす。レイ・チャールズが有名にした、ザ・ライト・タイムのオリジナルアーティストとしても知られている。ノースカロライナ州のシャーロットに生まれたナッピーは、少年時代から教会でゴスペルを歌って過ごした。 ブルースやロックンロールにも興味を持つようになったが、親には世俗的な音楽を歌うことは許されなかった。彼が参加していたゴスペルグループ、ヘブンリー・ライツはサボイレコードの目に留まり、同レーベルと契約を交わすに至ったが、レーベルオーナーのハーマン・ラビンスキーはナッピーの声を聞き、彼がブルースに転校することを勧めた。その結果1954年、彼は ブルースシンガーとしてデビューをすることになったのであった。同レーベルでは Don't Be Angry が R&B チャート2位のヒットとなり、また1957年には前日のザライトタイムをリリースするなどし活躍している。しかし1960年代に入ると足跡は途絶え、次に活動を再開したのは1980年代に入ってからだった。1983年。 ギタリストのボブ・マーゴリンに勧められて、カムバックを決意、同年北欧ツアーを行った。翌1984年には、ランドスライドレコードから、久々の新作アルバムとアップをリリース。これは、ティンズリー・エリスのバンド、ハート・フィクサーズをバックにつけたもので、ナッピーの歌声が健在であることを示した。以後、ブラックトップ、JSP、 一番などから順調に新作をリリースしていった。1996年には、東京のレストランでの公演のために来日も果たしたが、翌年リリースしたキップ・アンダーソンとの共演作ベスト・オブ・ボース・ワールズを最後に、またしばらくの空白期に入った。2007年、77歳にして、約10年ぶりのアルバムロング・タイム・カミングで力強く、カムバックを果たし、ツアーもするようになった。 2008年6月1日、ニュージャージー州オーガスタでの公演後に体調を崩し、入院した。その後体調は回復せず、同年9月20日、78歳で亡くなった。ありがとうございます。